最近アイスコーヒーを始めました。アマゾンでこのスケールも買っちゃいました。途中コンビニでまたちょっとなんか買います。今日1点決めるんで期待してください。やば。これすごいな。すげえ。やば。今日は後期の第1節ということで、後期11試合ある中での1試合目5対0で勝つことができました。2次キックオフの人工芝アウェーってことで本当に暑くてやばかったですけど、
まあ、前半で3点取れて少し楽になったかなと思います。クラブハウスでも撮ってたんですけど、熊本の農家の方からもともとサッカーをやっていた方で、アスリートを応援したい、食で応援したいっていうそういう思いを持って、僕の YouTube を見て、オクラとナスを送ってくださいました。本当に今旬の野菜なので、最近僕思うのがなんか旬の野菜を食べるっていいなと思って、まあ、ただ栄養素だけを見るっていうのも、その、まあ、夏だったら夏の旬の野菜を食べることでなんか季節を感じれて好きですね。最近トウモロコシとかも、まあ、茹でただけですけど夏なんで食べたりしてるし、なんか季節のものを取り入れていくっていうのは最近意識するようになりました。そしてやっぱりこうやって、まあ、僕はまだミニトマトとか育てプランターで育ててるだけなんですけど、野菜作ったり農業っていうのも興味があって、やっぱ農業ちゃんと野菜を作るって大変だと思うし、簡単じゃないと思うんですけど、しっかりと野菜を育てて収穫してっていうそういう思いっていうのもなんか感じれるので、はい、なんかそういうのを感じながら食べるっていうのでなんか美味しさが増すし、感謝の気持ちも感じれるし、なんか食ってそういうのも大事だなと思うので、今まで食っていうのを大事にしてきたので、僕も少しでもそういうのを伝えられたらなと思っております。これから暑くなりますけど、皆さん熱中症には気をつけて、頑張りましょう。僕も頑張ります。ではシャワー浴びて寝ます。